はい、ありがとうございました。まず、私の方のプレゼン始める前にですね、ちょっと配布資料の確認をしたいんですけれども、今皆さんのお手元にあのクリアホルダーに入っている資料なんですが、こういうカラフルな NBDC というパンフレット、それからそこにちょっと挟み込んだあの画面キャプチャーですねとか、あと、人データベースと書いた、大きく人データベースと書いたチラシ、それから次にもう一枚あの DBCLS っていう書いてあるサービス一覧サイトのご案内とかいうチラシですね。それから、私の、講習のところだけ、今紙資料もお配りしています、NBDC あのこれ今出てるのと同じものですけれど、それがあると思います。それからアンケートが入ってますので、ぜひあのここを出られるときにあの出していっていただければと、今後の参考になりますので、ぜひお願いします。から一番最後に多分あの JST ニュースといって、あの一番最新号の JST の、まあ、宣伝誌みたいなもんですけれども、あの皆さんにお役に立つ情報もあるかもしれないので、ご一読いただければと思います。何か足りないものがある人はいつでも結構ですので、あの受付とか周りにあのスツールに座ってる人たちいると思うんですけど、あの人たちはあの今日の講習の参加者ではなくてですね、分かんないことがあったら聞いてっていう人なので、いつでもあの途中でも構いません、手を挙げてあのアピールしていただければ、そこにあのすぐ助けに来てくれると思いますので、いろいろハンズオンでいろいろやることありますけれども、あの分かんないことあったらあの手を挙げてアピールしてください。はい、お願いします。では私のパートの、講習のところを始めていきたいと思います。私あの、この講習会主催しておりますバイオサイエンスデータベースセンターと、それから、今日講師に来てくれている人 の, あの多くの中に、ライフサイエンス統合データベースセンターがあるんですけども、それのちょっと両方に私は所属しているもので、ミノワと申します。よろしくお願いします。今もう講習始める前にってところはやってしまったんですけれども、今日は目次こんな感じであの進めていきたいと思います。まずちょっとあの、JST と NBDC、 それからデータ共有の取り組みについてということで、あの皆さん直接研究と関わりないと思われるかもしれないけれども、でもやっぱりデータを共有するってことがどういうふうにあの研究に役立つのかということも含めてご紹介したいと思います。それから NBDC で提供している主なサービスということで、カタログ、データベースのカタログですとか、一括検索ですとか、あとデータを一括ダウンロードできるようなそういうサービスの紹介をします。で、あともう一つ人に関するデータ関連のサービスということで、今日はあの外部からいらしてきてくださっている方、医学部の方とかも結構いらっしゃると思うので、人に関するデータ関連のサービスということで、これもちょっとあのアーカイブをダウンロードできるようなそういうサービスになりますけれども、そういったサービスのご紹介、それからまあその他のサービスできっとこれ皆さんにお役に立つだろうなというものも紹介していきたいと思います。もう一つ事前アナウンスで、講習会の資料の置き場っていうのがあります。ですね、皆さんあのブラウザーからですね、 moddb 府中ってここに書いてあるこのキーワードで検索していただくと、moddb の府中、アジャックス府中っていうサイトが出てくると思うんですけど、そのページ開いていただくとこれになってまして、ここの下の方にこういうプログラムがありますけれども、このプログラムのところに、あ、大丈夫です。このプログラムのところに、こうやってあの私の今資料もこう貼り付けてあります。で、後からちょっとその一括検索の時にちょっと講習会用のサイトを作ってあるので、それをここからリンクして使っていただくということになります。今ちょっとまだリンク貼られてないものとかもあるんですけども、講習会資料なんかもあのいろいろ置いていきますし、あのこういうところがこうリンカブルになっているやつは、そこから今日講習に使うあのいろんな資料が置いてある場所になりますので、このページはあの残しておいて、であの新たになんかページ開くときは別に開いてください。まずあの統合データベースの遠隔についてお話をしたいと思います。お手元にお配りしたそのカラフルなパンフレットの裏にも書いてあるんですけれども、2000年頃からですね、あの、ライフサイエンス、文科省とかいろんなところで、データベースについてのなんかいろんな議論が、始まりまして、ここにその年表みたいにずっと書いてあるんですけれども、2008年になって、ライフサイエンス統合データベースプロジェクトというのが文科省主導で始まりました。で、
その後は内閣府、内閣府って言ってもあんまり馴染みがないかもしれないんですけども、総合科学技術会議という今ちょっと名前変わってしまいましたが、昔そのいろんな、省庁をまたがった政策をいろいろ決めていくような場所がありまして、そこで、あれさんの統合データベースについてのタスクフォースというのがあって、そこから、またそのどういうふうにデータベースの統合を進めていくかというような方針が示されてきたんです。でデータを共有することの意義っていうことで、いろんな議論が今もオープンサイエンスとかオープンデータとかいうようなキーワードで、国レベルで議論されているんですけれども、そこで、意義としてはどういうことがあるかということなんですが、国とか、国とか県とかいろいろな自治体とかありますけど、そこの公的な資金を通して得られたデータはみんなのものであるっていうような、そういう基本的なコンセプトがありまして、でそういうものをみんなのものにすることによって、例えば研究結果の再現性や透明性の確保ということが担保できると、今これ非常に問題になっているところです。であとは、例えば誰かがもう同じデータを取っていたら、もう重複して研究することはないので、それ投資の軽減になるとかいうことがあって、その結果、研究やイノベーションが加速する方向になるだろうというようなことが考えられています。で、その他にもいくつかいろんなメリットがあるということを謳われていて、こういうことをベースに私たちのところでそのデータベース統合ということを進めているわけです。JST という組織、科学技術振興機構っていうんですけども、お聞きになったことある方、名前逆に知らないっていう人います。あまり聞いたことない。あ、そうですか。科学技術振興機構って、もう名前の通りですね、科学技術を振興させるためのいろんな取り組みをやっているところなんですけれども、そのいくつか大きな柱がありまして、ここに書いてあるように、研究開発戦略の立案とかですね、それから科学技術イノベーション創出の推進、いろんなファンディングをしたりとかしてプロジェクトをやってるんですけれども、それ3番目のところに科学技術イノベーション創出のための基盤形成というのがありまして、この中に知識インフラの構築というのがあります。でこの知識インフラというのが、データベースに相当するわけで、私たちのNBDC というところの活動はここの中で、この目的のために活動をしております。でじゃあそのバイオサイエンスデータベースセンター NBDC と略しますけれども、そこが何をやってるかということですが、JST の中に創立された一つのセンターです。2008年に起きた統合データベースプロジェクトをまたさらにこう皆さんに広めていくための受け皿として、 JST の中に一つのセンターがこういうふうに2011年に設立されました。からそのミッションというのは、生命科学分野のデータベースを使いやすくする、これに尽きるわけ でそのためにデータベースをどうやって研究開発していくかという、そういう戦略の立案をしたり、データベースそのものの充実というようなことで、不詳感でいろんなデータベース統合をしていく温度取りをしたりですね、あとは、データベースを使いやすくするための基盤的な技術の開発ですとか、あとは生命科学の中にこういろんな分野、人から微生物までいろんな分野あると思うんですけれども、それぞれにやっぱりどういうふうにデータをまとめていったらいいかという、だから戦略がそれぞれ異なりますので、そういったキーとなる先生方にファンディングをして分野ごとにデータを統合していただく、でそれをまたさらに吸い上げて私たちのところで統合的に検索できるようにするとか、そういったやり方でファンディングもしています。それからもちろんそういったデータを公開していくということで、ポータルサイトですとか、そのデータを活用するような関連サービスも含めて、サイトを運営しています。でその他にはやはりデータを今度どんどんインターネット上で公開していくということは、最終的にはやっぱり国際的な連携が必要になってきます。いろんなところと相互にやっぱり参照し合うようなこともありますので、国際的な連携も進めるということが私たちのセンターのミッションになっています。ごめんなさい。それで NBDC の取り組みの図なんですけれども、ちょっとそのなんか図が結構ごちゃごちゃ、プリントのところだとしてると思うんですけど、こういったミッションをやるためにですね、
一つはあの NCBI っていうあのよく検索でパブメドとかね、あのジェンバンクとかやられると思うんですけれども、 あそこがやってるのはとにかくデータを自分のところで全部集めるっていうやり方をやってるんですね。で、まあ、そこに一箇所のサイトに行けば、まあ、なんか入り口がいろいろ違いますけれども、まあ、データベースそのものがそこにあるっていうやり方なんですけれども、それには非常に膨大なあのサーバー資源とかを要求します。で NIH とそれ NCBI を持っている NIH は非常に強大なあの予算も持っていて、あのかなり効率的にそれをやってるわけなんですけれども、今からあの後追いでやる私たちはなかなかそういうことをいきなりこう権力集中みたいなことをやりづらいので、皆さんがそれぞれデータベースを持ったまま、あのそこにそれぞれに例えば検索をいっぺんにかけに行くとか、そういったやり方である意味こう連邦型の、統合的な環境を作ろうということで、連邦型統合 DB と私たち呼んでるんですけども、こういったやり方をしています。それに対して先ほど言った NCBI のようなやり方は、まあ中央集中型のデータベースであるということです。それで、そのためそれをあの具体的に実現していくために、一つはこの緑のところにあるのは基盤的な技術開発を中心にやるグループと共同研究をして、データベース統合のために必要な技術開発をそこでやるということをやっています。でこれを今やっているのがライフサイエンス統合データベースセンターというところでして、今日も講師の中にその名前がいくつか出てくると思いますけれども、そこが一応基本的な基盤技術開発をするパートナーということになっております。でそれ以外に、先ほどそのいろんな分野の先生やあの、統合データベース統合していただいていると申し上げましたけれども、その先生方の一覧があそこのパンフレットの中にも一応書いてあります。こういった分野の先生方が、あの今私たちの NPDC が、牽引している、プログラムの中で、それぞれの分野でデータベースを統合していただくということをやっていただいております。さて、ここからですね、あのじゃあ具体的なサービスに向けてのちょっとお話をするんですけれども、生命科学分野のデータベースに対する要望として、あのだいたいこうまとめていくとこの3つぐらいになります。で1つはどんなデータベースがどこにあるのかがよくわからない、もう自分が欲しいデータを本当にすでに誰かが作成しているのかもしれない、公開しているのかもしれないけれども、それがただ見つからないから使えない、そういう状況もあります。それから、もう一つは複数のデータベースが横断的に検索できないかという要望があります。データベース一個一個のデータベース公開されて公開してますっていうふうに言うんですけど、そこに行ってそこのインターフェースを使って検索するとか、そういうことをしないと使えない状態になってます。でそうなので、そのデータベースごとに音出て検索するのは非常に手間がかかるということもありますし、それから、まあ、分岐や特許などで異なるデータベースを一括検索できれば非常に便利なのだ、だけどなというような要望があります。でそれからさらには、自分でもそのデータを使って自分のところで自分が持っているデータと一緒にしてあのいろんな研究に使いたいというような要望があるんですけれども、そのデータセットを簡単に取得できるような形になっていなかったり、まあ、そういうあのデータがどこに置いてあるかもよくわからなかったりということもあるので、まあ、データセットをどうやったら取得できるかよくわからないから、そういうのをできるようにしてほしいというような要望があります。でこれに対して、私たちのところで、ご提供しているサービスがこういったものなんですけれども、 NPDC で提供しているサービスというのはデータベースのカタログということで、どんなデータがどこにあるのかを一覧できるようなもの、それから、データベースを一括検索できるような仕組み、それからデータを一括ダウンロードできるような、データのレポジトリですね、そういったものを用意しています。でこれからこの一つずつ見ていきたいんですが、その前にもう一つ注意しておきたいのがデータを利用する際の問題点なんですね。でまずデータの中にはそのどのようなデータが入っているのかよくわからないと使えません。で多種多様なデータがありますし、それからデータ項目の説明がバラバラだったり全くなかったりというような状況があるので、そのためそれを解消するためにはデータのフォーマットを標準化して一緒に扱えるようにすることとか、それからデータの説明をきちんとつけて何がその中にあるのかということが外から見て分かるようにしてやる必要があります。それからもう一つは、求められるデータがちゃんと入っているのかどうかが、使いたいデータが見つからないというようなことがあるんですが、それは、データを集めるための仕組みをちゃんと本当は作らなきゃいけなくて、そのためには例えば公的な研究には帰宅を義務付ける、
さっき公的な研究で出たものはみんなのものっていうようなお話をしたんですけれども、今のところ残念ながら 今までは割とそういうのがちゃんと明確に例えば日本の家計費とかそういうところに書かれてなかったんですが、最近はちょっとずつ例えば文科省で出す大きなライフサイエンス関係のプロジェクトですとか、そういったところに最終的にこうデータを NBDC に入れてくださいねというようなことがだんだん書かれるようになってきました。でそれからもう一つ、どのように使ってよいのかわからないで、利用に関しての条件というのが基本的にあまり書いてないんですよね。でかつバラバラだったりでということがあるので、そういうの例えば項目としては例えばもしかして使用料取られるんじゃないかとか、で論文に引用してもいいのか、著作権の問題とかもいろいろありますけれども、それから商用可能かとか、データを使って新しくデータベースを作成したらそれを公開してもよいのかというようなことがありますけれども、その、解消のためには、基本的にそのすごい大変な場合はでも契約書を結んだりとかいろいろする必要がありますけども、そういうことを、簡単にするためにまずとにかく利用条件をなるべく標準化して分かりやすくして、それを明示してもらうというようなことを、推奨しています。でデータ作成者 の、ある意味の 著作権もきちんと表示して著作権を守ることになりますし、商用非商用とかの区別とかもきちんと明示すれば分かりやすい、それから、その後どういうふうに公開していいのかとか、引用方法をどういうふうにしたらいいのか、そういうことがちゃんと明示されていると、いちいちデータの作成者になんか問い合わせてこう煩雑なやり取りしてっていうことはしないで済むということで、こういうことをちゃんと書きましょうというようなことも、必要になってきます。で、今の一番最後 そのデータを作成した人の権利を守りつつ、利用者側も分かりやすい利用の仕組みということで、クリエイティブコモンズというそのライセンス表示を私たちは推奨しています。でこれは基本的に著作権のため のライセンスの仕組みなんですけれども、再利用と共有を促進する仕組みなので、ちょっといろんなところにデータベースに限らずいろんなところに出てくると思いますから、ちょっと覚えてると便利かもしれません。今なんか非常にこのクリエイティブコモンズっていうのがそのオープンデータとかオープンサイエンスの分野でも非常に注目されているので、今後結構耳にすることもあると思います。で中には書いてあるのは、作品のクレジットを表示するためしてほしいという意思表示のために表示というマークがあって、それから、営利非営利の区別をちゃんと明確にしたいための非営利っていうマーク、それから、元の作品を元の今僕作品ってなってますけど、データと考えてデータベースと考えていただければいいんですけど、元のデータベースに改変をしていいのか悪いのかということを明示するためのマーク、それから、今公開されているそのデータとを利用して何かをしたときに、それをまた同じ条件で出してライセンスで出してくださいというような意思表示をたくさん示すための継承というこのマークがあります。このマークの組み合わせでもって、例えば、CC BY、著作権だけ表示してくれればいいよというものから、著作権も表示して、営利目的はダメで、元のものを変えてもらっては困るというような、こういう段階をこの4つのマークの組み合わせで示すというのがクリエイティブコモンズの基本的な考え方です。で私たちのところで使用している CC ライセンスというのは、利用の自由度からすると低いところから高いところまであるんですけれども、基本的には、表示継承、まず、クレジットをちゃんと表示してくださいというものと、それから、データを使ってまた新たなデータベースなどを作られたらば、それを同じ条件で公開してくださいねというようなこの、マークですね。それから、データを使ったらとにかくその著作者データの作成者の、クレジットをちゃんと表示してねっていう CC 表示っていうものを推奨していて、さらに明示的に何も利用条件を設定しませんっていうようなそういう CC0 というような宣言の仕方もあるんですけども、これだと利用条件を私は何も提示しませんと、自由に使っていいですってことを明示的に書いてあるので、これもこれで非常に利用度の高い、条件設定になります。こういったものを私たちのところでは、ちゃんと提供いただくデータベースにつけていただくようにしていますので、これを見ればどういう使い方ができるかということが分かっていただけると思います。さて次にこの主なサービスというところに入っていきます。ここからはですね、
ちょっとずつハンズオンでやっていただくんです。皆さんコンピューターちゃんとオンになってログインできてます？ログインできてない人大丈夫ですか？あ、まずこのなんかコンピューターはオンになってます？ボタンが左の方にボタンがあるんですけど、そこを押してですね、まず一回押すとなんかランプつきますので、それであとディスプレイの電源も電源はオンになってますか？オンにしてくださいというか、ボタンいっぱいあります。一番右が電源ですか？それはできますね。それできないとパソコン使えません。大丈夫ですかね。できなくても、まあ、恥ずかしがらなくていいですから言ってください。で、まあ、ほとんどの方もログインまでされてますか？大丈夫ですか？ブラウザーとかまで見えてる状況ですかね？ちょっと今から立ち上げる方少し時間かかるかもしれないんで、まあ、ちょっと聞きながら。外部の人はお配りした資料の中に入ってるはずなので。内部の学生さん皆さんID とかお持ちだと思うんですけど大丈夫ですか？はい、じゃあちょっと今から始める方はまたちょっとログインしつつお話を聞いていただければと思います。NBDC のポータルサイトについてはこのチラシも1枚挟んであるので、後で、まあ、ウェブブラウザで NBDC と入れていただければすぐ分かりますけれども、こういった画面になっています。ここには、40種類以上のサービスがわーっと書いてあります。で、生命科学のデータベースに関連したものだけを基本的にここに挙げてあります。だから、登録も不要で、今ブラウザ開いてこの LBDC っていけばすぐ分かると思うんですけども、何もどこにも何か入れろとか出てこないと思うんですけど、そうですし、もちろん無料でどこからでも誰でもアクセスできるという状況になっています。で、ここにカタログ一括検索、それからデータの一括ダウンロードのためのサービスをここにまとめてあります。で、まず、カタログサービスについてちょっと具体的に見ていきたいと思います。どんなデービーがどこにあるのかということが書いてあるんですけれども、そのインテグバイオデータベースカタログというリンクがあります。そこには、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報どこにあるかということですね。 URL とかも含めて、それから、簡単な説明情報もちゃんと書いてあって、どんなものかっていうのが一目で分かるようになっています。収録のデータベース数の数はもう1400件以上ありまして、国内のものも900件以上あります。データベースの説明については、まあ、データベース名ももちろんですが、 URL、 だからどこが運用しているのかとか、対象の生物種とか、まあ、そういったことが書いてあります。から、そのデータベース そのカタログをですね、キーワード検索とか、あとカテゴリーから探すことが可能ですので、後でちょっとやってみたいと思います。それから、記述項目がダウンロード可能っていうのは、その、カタログに書いてあるこの記述項目ですね。こういうのがもう絶対的にバーッと全部ダウンロードできて、まあ、自分がその今ここに出てるカタログをもっと使いやすくできるよっていうことが、アイデアがあれば、どんどんデータとして使ってもらって構わないということで、これ CC0 で配布しています。インテグバイオデータベースカタログの入り口、ブラウザの、NBDC の、トップページの左上のところにあります。ここをクリックしてみてください。今からお配りしている資料の中にもずんずんこうやり方とか書いてあるので、後からなぞっていただくことも可能なので、まあ、やりたい人はご自分で好きなキーワード入れるなりなんなりしてやっていただいてもいいと思います。インテグバイオデータベースカタログの開けていただくとこんな画面になっておりまして、3つの、パートから構成されています。一番左側には、一覧内の検索とか絞り込みを受けるような、そういった機能がまとまっています。ここが検索ボックスですね。それからこれがちょっとプラスになっているところを開いていただくと中展開されるんですけども、絞り込み機能です。それから真ん中はそのデータベースの一覧、今はその1400件の、登録された順、新しい順に並んでいるので、新しいものがどんどん上に出てくるような感じになっているはずなんですけれども、そういったものがトップには出てくると思います。で、3つ目のこちらがですね、まあ、新着情報とか更新履歴とかダウンロードとかという関連リンクが全部ここに貼られています。それで一覧を絞り込むところで、ちょっとウイルスというところがあると思うんですけれども、ここをちょっとクリックしてもらうと、こういった画面になります。
ウイルスは今40何件あると書いてあって、その40何件がこの一覧で出てくるという感じになりますね。それで、一番最初の画面に戻りたいときはリセットっていうのがあると思うんですけれども、ここの青いところですね、ここをリセットというところをしてもらえればもう一回、元の画面に戻るようなことになります。で、私ちょっとこのプレゼンの資料を作るときに、まあ、ここ農工大だし農学部だしと思って農って入れたら何が出てくるのかなと思ってちょっと農業の農って字を入れてみました。で、かつ、いろんな生物種、この、生物種のところの、開いてもらうといろんな生物種出てくるんですけれども、まあ、人とか、まあ、その対象とするものがあればいいけど、だからその他のっていうのがあるので、ちょっとその他って何が入ってるのかなと思って開いてみたらこんな感じのリストが出てくるということになります。それでこれの一番下のリスト、一番下に行っていただくと、ここになんか昆虫学のデータベースっていうのがあって、なんか蝶々の写真が綺麗だからちょっとこれ見てみようかなと思ってちょっとやってみました。で、これでちょっと個別のデータベースどんな感じになってるかを紹介したいと思います。まず昆虫のこのデータベースっていうのがあります。で、これの、サムネイルって、まあ、そのサイトの、一番上 の, その表面に見えてるページですね、こういうののイメージがここにあって、それから、タイトルがここにあるんですけども、こういうここをクリックしていただくとこちらのオリジナルサイトへのリンクが貼られています。で、それからこの詳細へっていうこの下の方にちょっとあるんですけど、こちらをリンク叩いていただくと、カタログの掲載内容、これはだからインテグバイオデータベースカタログの中でこのカタログについて記載された内容ですね、こういった感じでカタログがカタログの中からいろんな情報が見られるようになっているというようなものです。で、カタログの掲載内容についてはこういった感じになっています。インテグバイオデータベースのカタログの使い方として、右のメニューの方から、ここに、ダウンロードというのがあります。これがさっき言ったそのカタログのデータベースを一括ダウンロードできるリンクです。で、こういった感じでこのカタログの利用許諾について CEC0 ということで、まあ、自由に使っていいですよということを明示的に出していて、ここから、ここのところからですね、リンクからダウンロードできるようになっています。さて、ここでちょっと皆さんに自分で手を動かしていただこうかなと思って、いくつか実習問題をもう非常に簡単なのでやっていただければと思うんですけれども、人とかあと健康すら疾患っていうところは、それぞれ の絞り込みの機能のところでちょっと下の方とか見ていただくと出てくると思うので、ちょっとやってみてください。で、かつその実習の2番目としては、そのうち日本国内で作成されたデイビーはいくつ存在するかということなんですけど、こちらもその絞り込み機能のところで一番下のところまで行っていただくとその情報が出てくるかと思うので、ちょっとやってみてください。どうですかね、別に皆さん普通にいろんなウェブサイトを使っていると思うので、非常に直感的にできる範囲のことだと思うんですけれども、どうでしょうか。大丈夫そうですかね。ちょっとじゃあこれはもうどんどんてしまいますけど、はい、いいでしょうか。見えてない人大丈夫ですね、全員見えてます。で、じゃあそれができたらですね、そのうちのいくつかがいくつが稼働してるかってところを見てもらっていいですか。
そこも絞り込みでできます。データベースの中にはですね、私たちがその情報を集めた時にはもちろん動いていて、もちろん生きているデータベース基本的に集めているはずなんですけれども、そのうちやはり維持できなくなったり、いろんな理由で維持できなくなったりするデータベースあります。で、せっかくデータベースにつけてもそこに行った時に動いてないと非常に落胆しますよね。なので私たちは毎日このデータベースのところに、何かこう見に行ってですね、それで、それが実際にちゃんと動いてるかどうかを確認しています。で、もし動いてないものがあった場合には、先ほどのサムネイルという端っこに画面 のちょっとトップ画面が出てるようになってますけど、そこに休止中とかそういうふうに分かるように、そのカタログの上でその絞り込んでた時に休止中とかいうふうに出てて、それが14日以上かな、休止中とか、なんかそんな感じで、ちゃんと稼働してるかどうかもすぐ分かるようにしてますので、行ったけどなかったとかいうことがないようにしています。はい、絞り込み機能はそういった感じで直感的に使えると思うので、最後の記述項目をダウンロードして開くというところ、やってもやらなくてもいいです。後でやっていただいてもいいので、見てください。で、先ほど言いました、こちらの、左側のところで、絞り込みのいろんな機能が使えますので、検索して絞り込むとかいうこともできますので、それを使っていただければ非常に便利かと思います。で、最後の実習の4のところは、このカタログの先のダウンロードというところで、記述してあるところだけなので、そんなに重いデータではないですから、もしご興味のある方は後でご自分でダウンロードしてちょっと見てみてください。はい、ではじゃあ次に行きたいと思います。次はその同じ主なサービスのところなんで、一括検索のところのお話に行きたいと思います。複雑なデータベースの中を、複数のデータベースの中を横断的に検索できないかということで、データベースの一括検索のサービスを提供していますが、その横断検索と私たち呼んでいます、そのサービスの、特徴です。生命科学分野のコンテンツだけを対象にした検索システムになっています。で、例えば分子データベースの中を文献や特許情報と合わせて一括検索できるというようなものです。今検索対象486件になってますが、基本的にそのキーワード検索ですので、例えば分子 DB というと、例えば検索だとブラストって配列情報を、ね、検索するのと皆さんよく使われているかもしれないんですけども、そういう検索ではなくて、これはデータベース その例えば配列情報だったらそれについての説明がいろいろ書いてある、そのところに検索がかかる、そういったものだと考えてください。で、検索キーワードについては日英相互翻訳ができるようになっています。日英の辞書については京都大学のライフサイエンス辞書というのを使っていまして、こちらも、ライフサイエンスに、特化してその日本語と英語の記述を対象付けるようなそういう辞書ですので、そういった意味でも変な訳語に飛んでいかないようにはなっています。から検索結果を絞り込みするような機能もついていますし、から類似キーワードを表示するとかいった、そういう、ここサジェスチョンですね、分かるようなそういった機能もいろいろついています。で、例えば、Google と生命科学データベースの横断検索というのはどう違うかというと、端的に分かると思うんですけど、 Google で例えばマウスって検索しますと、研究者は生き物のマウスもちろん思うんですけども、多分 Google で入れるとこのコンピューターでこうキュキュキュって使うそのマウスですね、そっちの方が基本的にトップに出てくると。で、優先的にあらゆる結果が意図したものと異なるということもありますし、 Google ってやっぱり結局網羅的ではなかったりするので、私たちとしてはそのライフサイエンスのデータベースをなるべく集めて、それに対してきっちり検索をかけるというような仕組みを横断検索で提供しているところが大きな違いになります。横断検索の検索の対象のデータベースとかの、種類なんですけれども、こんなものになります。
文献としては、今ちょっと休刊からもうほぼ廃刊になってしまった共立出版社さんで出していたレビュー誌のタンパク質拡散構造っていうのがあったんですけども、そういうのが一応データとして私のところは検索できるようになってますし、それから DBCLS で運用している新着論文レビューということで、新しい後でまたこれもご紹介しますけども、その最新 の論文についてのレビューがまとまって書かれているような文章ですとか、あとはまあ報告書のタグですね、そういったものに文献を私は書かることになっています。で、学会用紙はあんまちょっと網羅的でないので、まあ、参考程度にお使いいただければと思うんですけど、まあ、農芸学会さんに入れていただいているのでちょっと役立つかもしれません。あとは特許ですね、特許については一応割とちゃんとアップデートして入れています。それから、統合データベースプロジェクトで作成したいろんなデータベース、今アーカイブっていうその、一括ダウンロードのサービスの中にもいっぱい入ってるんですけども、そういったものとか、あとでまたこれもご紹介する統合テレビというサービスの中の、文字を拾ってそこに検索をかけるというようなことをやっています。他にはまあゲノムなんか、情報も入ってますが、これも先ほど言いましたように説明文書のところに検索かかるということですね。あとこういったものは基本的にそういった説明文書のところ、説明の文のところに検索をかけるような形で、中に取り込んでいます。入り口なんですけど、ここに入り口あるんですけど、ちょっと、講習会とかでやると皆さん一斉にドンって検索かけるじゃないですか。その時にちょっともしかして落ちちゃうと嫌なので、今ちょっと今回は講習会用に、こういったリンクを貼っています。で、それが先ほど資料置き場って言ってたところの私のパートの、入り口のリンクのところにもありますので、そっちの方を使ってください。はい、こちらですね、講習会の置き場って残しておいてくださいって言ったところ、こちらですね、こちらを使ってください。はい、これです。でと言いながら、今ちょっと説明の方、説明の資料の方は本番の方のサイトのところになっているので、今ちょっと説明だけはちょっとこちらでさせていただきたいんですけれども、トップページこんな感じになってまして、前は結構ごちゃごちゃしたんですけど、実は今は非常にシンプルに、まあ、Google ライクって言いますか、検索窓だけあるような形になっています。それで、ここにまあ、なんか入れていただきますと、僕のサジェスト機能っていうのがあって、例えばインフルって入れると、インフルエンザウイルスですか、インフルエンザワクチンですか、インフルエンザ菌ですかとかいう感じで、これ選択できるようになってますので、まあ、全部入れなくても大丈夫っていうような機能があります。それから、データベースかヒット件数かというようなこの検査ができるんですけれども、まあ、大体どのぐらいの数の情報があるのかということを見るためにはヒット件数というのを選択して検索していただければいいので、まあ、こちらでもいいかもしれません。それから、まあ、中までも初めから見に行きたい場合はやっぱりデータベースという方を検索していただくと、選択していただいて検索していただくという形になっています。上の方にはいろんな便利機能とかがありますけれども、これはまた必要に応じて見ていただければと思います。で、さっきのヒット件数の方の検索結果だとこういった感じに出てきます。いろんなこう分類があるんですけども、そこにちょっとちっちゃくて申し訳ないです、ここに数が出てます。これだけ当たりますよということがここに書いてあります。で、ちょっとナビゲーションバーがここにあるんですけど、ここは今こっちのヒット件数の方では絞り込み機能がないので、絞り込み機能については後でまたご紹介をします。から DB カテゴリーの一覧についてはこうやって左右にラング表示になっていて、それからここにプラスがありますから、そこを押していただくと中がその下の近くに出ているような風に、カテゴリー展開できる。で、プラスがまだあるものはさらにカテゴリー展開できるというような形でどんどん開いていくことができます。で、こういったリンクがありますので、これを押していただくとヒットした検索内容が表示されるというような形になっています。これは後から説明も見ていただいてもいいと思うので、できる方はどんどん進んでいただければと思いますけれども、一つここに I って書いてある、まあ、インフォメーションマークなんですが、ここをマウスオーバーするとデータベース、どういうデータベースなのかというようなことを、データベースの詳細情報がこうやって表示されますので、まあ、こうリアルタイムでこう確認しながらどういったところに計算がかかっているのかということを見ることができると思います。
先ほどのヒットケースのところからリンクで開いていただく、あるいは、まあ、検索 の, あのデータベースという方で検索していただくと出てくる画面がこういった感じになりますけれども、ここにはまたあのヒット数が出てます。それからここが検索結果のスニペットということで、検索結果の、まあ、一番初め の, その触りの部分だけがちょっと見えるような形になっています。それから、この辺にはツールボックスがあって、関連する遺伝子ですとか、関連語句の提案ですとか、まあ、あと外部リンク、もうこれずっと下までいろいろ続いてますけれども、そういったものが、同じ画面の中に全部出ているというようなあのページ構成になっています。で今度は、このナビゲーションバーのところに絞り込み機能があります。でその次のスライドに行くと、今ちょっと、これはフルバージョンの画面なんですけれども、全部のデータベースってところを押していただくと、今あの講習会用のだと1個しか出ないと思うんですけれども、こういった形でどんなあのデータベースが入っているかということが見えるようになっています。でまあこれをちょっと選んでみましょうというふうに選ぶと、こんな感じに、中に入っているものだけが見えるようになってきます。それで、最終的にその、スニペットで見えるあのものの項目の説明なんですけれども、一つはデータベース の, そのエントリー名ですね、それからデータどのデータベースに入っているかということが分かるようになってまして、からまたあのさっきのカタログと同じようにその、サムネイルがあれば表示するようになっています。から検索ヒットの文字列なんですけれども、例えば今これインフルエンザとカタカナで入れていますが、このインフルエンザにかかっているのと同時にここの英語にもかかっているというのが分かると思います。こういうふうにあのハイライトされるようになっています。でこのデータはどこから来たのかという URL ですね。あとは、今このカテゴリーここから選んだんですけれども、そのカテゴリーの名前がここに入っているというような感じで、まずギュッとこう情報が集約されていて、あとは、個別に見に行きたければここからリンクで飛んでいただくというような形になっています。はい、それで今ちょっと説明してあの正直ついていけてない方います？大丈夫ですよね割とじゃあ、今あのまたインフルエンザの例も見せたんですけれども、今そのあの講習会用のサイトの方でちょっとそのインフルエンザっていうのをやってみてもらっていいですか？あの検索結果が返ってこないとかいうことがもしあれば言ってください。大丈夫です？なんかぐるぐるしてて戻ってこないんだけどって人いませんか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です、よかったです。はい、どうですかね、インフルエンザっていうのでやっていただいたら。はい、その後じゃあそのツールボックスっていうのは一番、右側にあるっていうふうに申し上げましたけど、そこのツールボックスのところで外部リンクっていうのを見てもらえますかね。で J グローバルっていうのがあるんです。これも JST がやってるサービスなんですけども、そこの J グローバルっていうサービスのところにちょっと、外部サービスとのリンクをクリックしてみてください。そうするとですね、インフルエンザで検索したときは、こういったふうにあのちょっとまあ見えてる画面もしかしてちょっと違うと申し訳ないんですけども、キーワードを英語にちゃんと変換してるよということをご自分の画面の上でも確認できたかと思います。はい、大丈夫ですかね。それで係数の確認はここで見えますが、今カテゴリーの絞り込みできないので、そこであの緑の枠でちょっと示した、あ緑ってごめんなさい、プリントは白黒になっちゃってると思うんですけれども、真ん中の緑の枠で示したのの本番のサイトで見ていただくと、こんな感じにいくつもの分類がこうやって出てきますので、これで絞り込むことができるようにはなっています。
それで、もう一つの外部サービスを使った検索ということで、J グローバルというところを開けてもらうとですね、ここに割と一番下の方にあるかと思うんですけれども、そのグローバル J グローバルというのを開けてもらうとこんな感じに画面が出てると思うんですけど、見ていて見てお分かりだと思うんですが、ここにもうすでにインフルエンザっていう今かけたキーワードですね、それがそのまま入っています。これちょっと言語がちゃんと対応しているものしか使えないんですけれども、英語のサイトの方でも英語のキーワードで、検索すれば基本的に入るように、そういうことができるようなものには全て入れられるようになっています。だから単なるそのトップページへのリンクとかいうことじゃなくて、すでに検索をかけながらリンクを貼っているというようなことをなるべくできるようにしています。はい、それでじゃあ前のその実習のページ、実習のところをもう一回ちょっと見ていただくと、まだあと2つ課題があるんですが、その課題をやってもらっていいですかね。横断検索の一番頭に戻っていただいて、遺伝子名の SOX2 というのを検索してみましょうというふうに書いてあると思います。はい、SOX2 というのを入れるとこんな感じになってるかと思うんですけれども、そのツールボックスの遺伝子リストを用いて SRIBOX2 というところに絞り込んで検索するということで、こちらの、まず SOX2 で検索したときに、ここですね、この右側のところを選択してみてください。そうするとこんな画面が出てくるかと思います。でこの後じゃあ今度実習の8という番号のところに行きますけれども、ここにゲノムネットワークプラットフォームっていうリンクがあるの分かりますかね。見つかりますか。これは私たちのところでやっているものではなくて、ゲノムネットワークという別のプロジェクトで整えられたデータベースがあるんですけども、そこのプラットフォームのところへ飛んでいくことになります。それでここの今選択した SRIY というところの共発現遺伝子を見つけることができるんですけれども、そこをそのゲノムネットワークプラットフォームを選択していただくとこういった画面が出てくると思います。ちょっとこれ自体はちょっと私たちのところで作っているデータベースではないので、中身についてはまた皆さんご自分でいろいろ見ていただくと分かるんですけど、この例えばビジュアルにこうどういう関連遺伝子の関連性があるかみたいなことが表示されているような、そういったデータベースになっています。そういった外部リンクへいろいろ貼られているという状況を見ていただきました。大丈夫でしょうか。はい、でこの生命科学データベースの横断検索なんですけど、開発者の人がモバイルサイトも作ってまして、皆さんがどれだけiPhone とかでやるかはちょっとわからないんですけど、一応あるということでご紹介をさせていただきます。画面がこんな感じで、スマートフォンとかに適した形に一応組んでありますので、例えば研究室にね、PC 持ち込めないんだけどっていう時に、ここで最低限の情報を得るとかいうことができるかもしれません。ご活用いただければと思います。さて、最後の、紹介になりますけども、データの一括ダウンロードができるサービスについてご紹介したいと思います。これデータベースアーカイブという名前でサービスを提供しておりますけれども、国内で作成された DB を丸ごとダウンロードできるサービスです。基本的にそのデータを作成した方にお願いして、データ の一括で私たちのところに預けていただくということからやってますので、国内の研究者の先生方にお願いしてデータを集めています。それで、いろんな形でデータをダウンロードすることができますので、その後使う道に応じてダウンロードの形式を選んでいくことができます。からちゃんとメタデータもついています。
でデータは先ほどお話しした CC ライセンスということで配布していまして、基本的には CC 表示継承というライセンスです。そのデータを使ってまた何かというのデータベースをご自分で作ると、それについてはまたもう一度同じように私たちのところなり、ご自分で公開するなりでいいんですけれども、とにかく広く皆さんに使っていただけるように公開をしていただきたいということから、表示継承ということでライセンスをなるべく統一しています。で中に入っているデータベースなんですが、ちょっといろんな多岐にわたったり、あとはなかなかこのカテゴリーに当てはまらないものとかもあるんですけど、大体まあ分類としてこんなものが入っているということです。 CDN とかやはり多いですね。CDN のプロジェクトとかもいろいろありますので、そういったものが多いですね。こういったものがあります。先ほどの例えばカタログというのを私のところで提供しているカタログなんかもここにちゃんともあります。から、データベースアーカイブの入り口、こちらです。こちらはこのサービスそのものを使っても大丈夫なはずです。なのでここに入ってみてください。トップページはこんな感じになっています。上のところでちょっとデータベース、このアーカイブの目的みたいなことがいろいろ書いてあったり、あとは実際にこのアーカイブでまた今後帰宅をいろいろしていただきたいとお願いをするようなこともありますので、そういった説明書いてあるんですけど、まあ本物っていいますか、そのデータベースその一覧そのものがこのちょっと下の方にここから始まるようなものになっています。これ多分最新の画面で同じだと思うんですけれども、新しいものが一番上に来るように今なっています。ここの検索ボックスですね、ここでは公表中にこう書かれているような項目で検索することが可能になっています。でここから実習をもう実際に画面で説明パワーポイントのこの資料にもあるんですけど、ちょっとなぞりながらやりますね。結構複雑なので初めに説明して一気にやってねって言っても多分難しいと思うので、やっていきたいと思うんですけれども、OpenTG ゲイツっていう病理情報のデータから、肝細胞肥大を示したデータを絞り込みダウンロードしてみるというところまで、ちょっとそれが実習級で、でその際の肝臓の病理画像を見つけるっていうところなんですけど、ちょっと画像データそのものをいきなりダウンロードすると非常に負荷が大きいので、ダウンロードとかあとフルサイズビューとかっていうやっぱりそれもちょっと負荷かけるものがあるので、それはちょっと講習会中は試さないでください。で後でまたご自分でご自分のところからやっていただく分には全然負荷そんなに大きくないと思うので、ここで全員でやるとちょっと大変なのでということでご理解いただければと思います。で利用するデータベースは OpenTG ゲイツというもので、これは医薬基盤研さんの方で作られていた170の化合物をラットの個体とかラットやヒト幹細胞への暴露して、それからその時の遺伝子発現を見て、それから毒性の関連付けたデータベースになります。アーカイブデータベースこういう感じですけれども、ここに OpenTG ゲイツと入れてみると、これもサジェスチョンで出てくる下の方にもオープンとか入れるともう絞り込めると思うんですけれども、これの一番下のところのデータベースを使いますが、まずその前に利用許諾をちょっと見てみてください。詳細のところをクリックするとこういった利用許諾ページが見えると思います。基本的にどのデータベースもなるべくこれに沿った形で書いていただいているんですけれども、ここに CC 表示継承のマークがあって、そういう条件ですよということ、これは CC のライセンスの方で示されているものです。それからあとは例えばどういうクレジットを書いてくださいとかいうことは個別に全てのデータベースにちゃんと固有な書き方をしているので、ここを見ていただく、このリンク先を見ていただければそのデータベースをどういうふうに使ったらいいのかということが分かるようになっています。はい、それでじゃあ戻っていただいて、データベースの説明を確認しましょう。サムネイルか名前をクリックしてみてください。そうするとデータベースの説明、メタデータですねのページに飛んでいくことができます。これは、このアーカイブのサービスの中で記述して整えたものです。見えますか？はい、大丈夫ですかね。じゃあまた戻っていただいて、今度は
このダウンロードというところをクリックしてみてください。このダウンロードをやっていった、ダウンロードだったけどいきなりダウンロード始まらなくて、ちょっとダウンロード用のページに飛ぶので、これまずクリックしてみてください。こういうページに来ます。はい、この中から必要な、まあ、その一つのプロジェクトの中で、まあ、いろんな種類のデータが入っている場合があるので、そのダウンロードページというのを大体設けてあって、そこでこういったデータをダウンロードできるところ、こういったデータをダウンロードできるところみたいな感じでちょっと整理をしてあるんですけれども、真ん中にあるところのリンクをクリックしてもらうと、ZIP 形式で丸ごと、この例えばこの、例えば病理情報とかそういうものを全てダウンロードするような、そういったクリック先になっています、リンク先になっています。それからもう一つは、まずデータをざっくり眺めてから自分の必要なところだけダウンロードしたいということで、この検索&ダウンロードというところをちょっとクリックしてみてください。そうすると、こういった画面が出てくるかと思うんですけれども、ここでちょっと絞り込みをいろいろやってみましょう。すでにこれ実は今絞り込みのいろんな条件が入っちゃってるんですけれども、皆さんには入れていただきたいと思います。テーブル内の検索や絞り込みは、キーワードとか、それからカテゴリーの絞り込みなんかでできますので、ハイパートロフィーだったかな、そこにちょっと文字をちょっと入力してみてください。今ね51ページですね、51枚目のスライドになると思うんですけど、ハイパートロフィーと入れていただいて、隣にファインディングアンダーバータイプっていうところがありますけど、そこを選択していただいて、そうするともう表がそのままこの状態に変わっていると思います。それがテーブル内の検索絞り込みで、まあ、このテーブルをずらずらちょっと、まあ、文字だけなのであまり見てもよく分からないかもしれないですけど、こうやって見ることができるということですね。でここのところがちゃんとファインディングタイプがちゃんとハイパートロフィーとかに全部変わってるって、こういったものだけに一応絞り込みがされているという状況になります。でその次にじゃあこの絞り込み結果をダウンロードするんですけれども、ここは、ここのところをクリックしていただければ、今この状態で絞り込まれたものがそのまま、CSV というタブ区切りになるような、そういったデータで、ダウンロードすることができます。から全データのダウンロードというのが一応ここにありクリックするできるところがありまして、ここを選ぶと全データダウンロードのファイル形式の選択っていうのがありまして、いくつかの例えば CSV ですとか RDF とか、なんかいくつかの形式でダウンロードできるような、選択ができるようなこういった画面が出てきます。はい。そこまでがまあちょっとまあ実際にやっていただいてもいいですし、後でやってダウンロード自体はね、後でやっていただいてもいいんですけど、まあ、こういった感じでやっていただくと自分が必要なデータだけ絞り込んで持ってくることができるということになります。で次にじゃあ実習の10という方に行きますけども、そこはここの右肩のリンクをちょっとクリック1個クリックしてみてください。そうしますとこういう画面になるかと思うんですけど、でここでちょっとここからはちょっとダウンロードちょっと待ってねというところなので、ちょっと、説明を見ながらやっていきましょう。はい、このフルサイズビューとかダウンロードはやめてねということでお願いします。でこうサムネイルをクリックすると拡大で、そこまではできるのでちょっとやってもらうとバンとこの図が大きくなります。でまあ、こっちでやっていただくと、もっと詳細なっていうか、もっと解像度のいいような図がガーンとダウンロードできるんで、後でもし興味のある方はこういった方でやっていただければと思います。もちろんこのデータベースだからこういう画像があるのであって、他のデータベースも全部画像があるわけではないんですが、まあ、こういった画像を見ることができるような仕組みをこのアーカイブの中では整えております。データベースアーカイブの使い方は、まあ、また後ほどご自分の興味のありそうなところをちょっとつらつら、もしかしてこんなデータあるかなみたいに探していただければいいんですけれども、アーカイブそのもののその他の機能としてご紹介しておきたいのが、一つはその一番トップ そのサムネイルとか出てるところで、データベースを代表するテーブルの検索ページ、まあ、これあるものとないものとあるんですけど、これについてはここからも行くことができるというのが一つと、それからですね、あともう一つは利用状況ですね。この上のところの利用状況っていうのタブみたいのがあるんですけど、ここをクリックしていただくと、例えばこれ2015年1月ダウンロードの多かったアーカイブということで、
やはりこのオープン DGS って皆さん非常によく見られてるんですね。なんか毎月のようにトップに出てくるんですけれども、このオープン DGS っていうのが一番取られたよとか、あとボディーパーツ 3D っていうのは人の体のこうパーツごとに分けた立体画像みたいなのがダウンロードできるやつがあるんですけども、そういったもの、これはDBC レスの方で提供してるんですが、こういったものが割とトップに出てくることが多いです。こういったみんながどんなの見てるかなって見たい人、まあ、Google 検索なんかでも結構そうですけど ありますので、ご興味のある方は見てください。利用状況でどこから見られます。で、先ほどもちらっと言いましたデータベースアーカイブについては常にデータの受け入れを皆さんからの提供をお待ちしておりますということで、ここはぜひ宣伝してくださいと担当の方からいつも言われてるんですけれども、まあ、データを共有することが非常に多いです。で、利用許諾のテンプレートがあって、こういう条件でよければ先生のデータをお預かりしますというようなことになってますので、一度ご相談、もし何か手持ちのデータがあっても公開しちゃってもいいんだけどなということがあれば、ぜひこちらに預けていただけるとありがたいと思います。メリットとしてはですね、ご自分でデータを管理する必要がないということで、まあ、データを長期安定的に私たちのところで管理しますので、まあ、もうハンズフリーでもうこっちに預けるだけということで預けていただければと思うんですけど、一つ注意点なんですが、ここはデータセットをお預かりするところなので、例えば検索システムとかついたようなそのデータベースのその何ていうんですかね、システムごと丸ごとっていうのはちょっとなかなか難しい状況なので、そこだけ一つご理解いただければと思います。さて、最後にもう一つ、ここから人に関するデータベースについてのサービスについてちょっとご紹介をしておきたいんですけれども、まあ、ゲノム医学 DB に対する NBDC の新しい取り組みの一つとして、人のデータというのはどうしてもアクセスにするのに制限をかける必要があるものがあります。それは、まあ一応個人の情報が同定個人情報ではないんですけども、個人の情報に行き着く情報である可能性があるということで、制限が必要な場合があるんですけども、そういったデータを、収集交換する仕組みとして NBDC 人データベースというのをちょうど1年もう1年半になりますかねに、運用開始をしたところです。はい。で、NBDC 人データベースの入り口っていうのは、先ほどご紹介した3つのサービスのすぐ下のところにこういった形であります。ここをリンクしていただければ、いつでも見ていただいて構いません。で、基本的な方針としては、人に関するあらゆるデータが対象です。今一番多いのはやはり NGS のデータですね。人のゲノム1本読んじゃうとか、何人分のゲノム読みましたとか、あとはまあ今 NGS のデータは発言の解析とかにも使われたりするので、そういった意味での NGS のデータなんかもあるんですけれども、圧倒的に NGS のデータが多いです。で、そういった何でも人に関するあらゆるデータを対象として受け入れようとしていまして、今もそうなんですけれども、あと画像データですかね。そういったものも私たちのファンディングのプログラムの中とかでもありますので、そういったものも受け入れていくということになっています。それから、ただし匿名化を必ずしていただいて、それでいると。匿名化を一応していただければ、そこで個人情報ではないという、一応形に今の指針ではなってますので、そういったことをしていただきたいということです。で、もしまあ、このデータ使いたいんだけれども、でも例えばずっとフォローしたデータが必要だという場合は、まあ、そのデータが誰から提供されたとか、そういう情報をきっちり書いてありますので、そこまでやっぱやるんだったら共同研究を結んでいただいてやっていただくべきかと思うので、私たちのところで見てそれで分かってそこにリーチすると、そういった目次情報的な位置づけでもあるというふうに考えています。ただこのデータベースに乗っけていただいているデータに関して、匿名化されたような情報ですね、そういったものに関しては、制限のかかるものであっても、そのデータの提供とか利用に関する審査が必要になりますが、それは NBDC で実施します。ですから提供者の方のに不要なこういちいちそういった審査をやらなきゃいけないというのは煩わしさを私たちの方で一応引き受けるという形になっています。で、今そのゲノムの公開ってどんどんコマーシャルにゲノム解析をやったりとかするようなサービスもどんどん出てきて、皆さんが社会的にこうどういうゲノムに対する理解がどんどん変わってるので、指針なんかもどんどんそれにつれて変わっていく可能性もありますので、まあ、そういった指針の変更なんかの柔軟に対応して、私たちがガイドラインを提供してるんですけども、それもいろいろ変えていきたいなというふうに思っています。で、格納しているデータはオープンデータと、から今その審査が必要な制限公開データ
それからまあ そこにあの前にまあ論文なんかに書きあの今書いてるからもうちょっと公開待ってっていうような公開待機データとこういったものが私たちのデータベースに入っていて、まあ、匿名化されないデータだとかあの公開する予定はないっていうようなものはちょっと残念ですけどお預かりできないということでカテゴリー分けをしています。オープンデータに関しては本当にオープンなので登録とか何もなく基本的にあの見てダウンロードして自由に使っていただくことができるようにはなっています。でデータ共有の仕組みなんですけれども、私たちのところに NBDC の中にですねこの共有とガイドラインなんかを決める、分科会みたいなのがあって、こういうガイドラインに基づいてその人データを預かるあるいは利用してのために出すということを審査する委員会があります。で提供者の方が人データ審査委員会というところに、私こういうデータを提供したいですということを申請していただいて、それがまあ条件的に OK となれば、受け入れることになりますが、その際にはインフォームドコンセントというものがあって、その、資料を提供してくださった方に対してちゃんとこれをデータベースでこのあなたからの資料から取ったデータをデータベースで公開しますとか、そういった条件をいくつかちゃんと提示していただいているということが必要になって、それを倫理審査していただいたものを提供するということになっています。でデータを通していただければ、オープンデータと制限公開データに分けて NBDC 人データベースの中に格納しています。その時に、まあ、提供する、まあ、研究者の方ですけども、その方には ID をあのデータについての ID を送付しますので、これはまあ論文等にこう利用引用することが必要な場合があります。あの普通に人以外のものでも、例えばジェンバンクにちゃんと登録した番号を書かなきゃダメよっていうふうに言われると思うんですけど、それと同じように最近は NGS のデータでもちゃんと、公的なデータベースに入れてその番号をちゃんと書きなさいと、そういうのがどういうところにちゃんと公開されてるかということをちゃんと示しなさいということが条件付けられていますので、最近はこの ID を付与することが必要になってきていますので、その ID をこちらから付与することができます。で利用者も同じように、人データ審査委員会にこのデータ使いたいですということを申請していただいて、それが承認されるということなんですけど、まあ、それもやはり倫理審査をしていただいて制限公開データについては、ちゃんと申請をしていただく必要があります。で、まあ、オープンなものはもう別に申請とか何もいらないので、自由にあのウェブサイト上から使っていただければいいということです。で利用した方は、利用状況を報告する義務がありますので、それについて詳細はガイドラインとかを見ていただければと思うんですけれども、あの一応条件がいろいろ設定されていますので、それをご確認いただきながらやっていただくということになります。で制限公開データはいろいろあの利用に際してまあ条件がいろいろあります。例えばあのちゃんとファイアウォールで仕切られたあの特定のサーバーの上でしか使っちゃダメとか、そういったことがあるんですけど、細かいことはちょっと今日は省きます。これも全部ガイドラインに書いてあることなので、はい。でその他のサービス例ということでちょっと書き足できてしまいましたけれども、いくつか役立つサービスあると思うので、これはぜひご紹介させてください。トップページのバイオサイエンスのデータベースのトップページのところで ここにそれが集約されています。新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合テレビというものなんですけれども、これがまず統合テレビからご紹介します。統合テレビっていうのはデータベースやツールの使い方や講演、私たちが今日やってるこの講習会なんかもね、あの後でアップすると思うんですけども、その講演を動画で配信するようなものです。で動画数はもう800件以上あって、あの吹き出しの日本語の解説なんかがついている。あの講演動画はあのそのまま流しますけれども、あのデータベースやツールの使い方はこういうふうに使うんだよって、実際何やってるかということとかがちゃんと文字で分かるようになっています。でいつでもあのできます、 見られます。で基本的に YouTube に全部上げてあるので YouTube から視聴可能です。で本日紹介したカタログ横断検索アーカイブの使い方動画なんかもあるので、まあ、そっちでも見ていただければと思います。こんな感じのトップページで、こちらからカテゴリーに分かれてあのいるところもあるので、例えばタンパク質の研究私やってるからタンパク質のところでいろんなどんなものがあるのかしら見たいわっていう時はここからリンクしてリンク行っていただければいいですし、あとは、まあ、キーワードとかで検索することもできますので、こういうのを利用してください。あの統合データベースやってる人ここにいるんですけどはい。それからもう一つはライフサイエンス新着論文レビューというものです。これは、日本語による英語論文の解説記事なんですけども、これを書いている人っていうのが、ネイチャーとかサイエンスとかのトップジャーナルに
論文が掲載されたその第一と著者が日本人の人の場合に、その著者本人にこういう解説記事書いてくださいっていうお願いをして書いてもらっています。で今もうすでに750報以上ありまして、論文の公開から1ヶ月以内だっけかですよね、1ヶ月以内にそのこっちの解説記事も公開するということを目標にやってますので、そういう意味では割と新しいものがどんどん出てくるというような状況になっています。で文章や図をもう一回書き直してもらってますので、例えばネイチャーなんかに出た論文ってそのままあの文章とか引用とか図とか引用とかできないんですよね。著者自身もできない状況なんですけど、それがちゃんとできるようにもう一回書き直してもらったりしています。まあそのだからこの論文そのものではないです。でちゃんとバックグラウンドを含めたあの解説記事になってますので、初めて見る人も分かりやすいということで、そういった文章や図を再利用することが可能で CC BY という表示だけすればいい、その先生の名前のクレジットだけつければいいようになっています。でこんなページ見たことある人いるかもしれません。あのファーストオーサーズというタイトルで出ますが、例えばこんな感じになっています。文章とかはこんな感じに書いてあのリンク先、これちょっと初めのところだけがあの簡単に概要だけ書いてありますけど、こうやって飛べるようになってます。で図もこういうふうにあの書き直してもらったりしています。もう一個領域融合レビューっていうのが同じような形であるんですけども、こちらは、その最新の論文をベースにということではなくて、学問分野とか領域を対象にした日本語のレビューです。でこれは、学会さんにあの協力をいただきまして、ここからあのこういったテーマで書いていただきたいといった時に先生を紹介してもらって、書いていただいているというものになります。で現在40本を掲載されまして、こちらも同じように文章とか図の再利用が可能な状況になっています。なので、ご自分のスライドとかそういうところに引用していただいても構わないものになります。こちらの画面もこんな感じですね。はい、リーディングオーサーズという名前であのサービス提供されていますけれども、PDF 版も配布していて、こんな感じであのプリントして読みたいとかそういう時でも対応できるようになっています。はい、終わりにということで、まあ、今後の計画と4省連携とか言って、まあ、いくつかそのスライドがあの書いてあるんですけれども、私たちのところはあの今までご覧いただいたようなサービス以外にですね、あのそのこう地道な努力として4省連携というのを推進しています。ここに今書いてありますけども、大体このライフサイエンス関係のいろんなそのプロジェクトをやったりとかですね、あのやってるようなそういう省庁って大体この4つなんですね。文科省、これが私たちのところですけども、あと農水省、それから厚生労働省、それから経済産業省、この4つの間で、いろんなデータベース、それぞれの中でそのキーとなってデータベースを集める努力をされているところがあるんですけども、そういったところと連携をして、そこから情報、その、検索に必要な情報などを集約して、一括で一箇所から検索してどの、データベースにもたどり着けるようにしましょうということで、なるべく集めるということをこの4章の中で連携をしているということをご紹介しておきたいと思います。で2008年頃からその統合データベースプロジェクトが始まって、例えばカタログ、一括検索、ダウンロードというようなことでサービスを提供してきたんですけれども、今はあとさらにそのデータベースをもうちょっと使いやすくするような、技術開発も含めてさらに、推進しているところです。でそういったサービスもどんどん先ほどのトップページからあの新たなものが出てくれば公開されることになりますので、皆さんぜひ見ていただければと思いますが、一つ、4省連携と先ほど紹介した4省連携の一応入り口ということで、こういったポータルサイトっていうのもやってまして、まあ、こちらでさっきの3つのですね、カタログ、それから一括検索、アーカイブのそういった検索窓なんかも作って、みんなで一緒にやってるというところをちょっとアピールさせていただいているところです。はい、これで私の話は終わりですが、はい、何かまああの質問があればここで受けてもいいですし、今日一日いますので、あの何かあれば捕まえて聞いていただいてもいいと思うんですが、ここで何か言いたいという人あれば大丈夫ですかね。はい、いいですか。じゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。